プロボクサーのナスカワ天心26イコール定見イコールが女優、ナオが主演する TBSK ドラマ、あのクズを殴ってやりたいんだ8日スタート。火曜50、0に出演し、ドラマデビューすることが1日分かった。前話にフル出演するが、舞は異なる役どころとなる。ドラマはオリジナル作で、クズキュンガチンコボクシングラブコメディーと題し、 一人の女性が恋もボクシングも本気で向き合う姿を描く。天心は、ドラマは初めての経験でしたがしっかり噛ませたと思います。と自身また、主役より目立ってたらすみません。とユニークに語り、舞は異なる役どころで登場します。登場シーンを見逃さないよう、皆さんテレビの前でシャドウしながら見てください。それでは OAO をお楽しみに、とアピールした。